極上のステーキはいかがですか。大満足の肉料理、2軒目は御前崎市役所から歩いてすぐのところにあるグー。長年地元で愛され続けているお店です。店内は落ち着いた雰囲気、手軽なランチから特別な日のディナーまで楽しむことができます。腕を振るうのはオーナーシェフの高塚さんです。平成元年で34年目です。英語でグッドにかけてました。グーって名前。一押しは遠州夢咲牛のステーキ。深みのある味わいで全国でも高く評価されているブランド牛です。そうですね、柔らかいのはもちろんですけど、脂身に甘みがあるとか、両方食べてもこう胃に負担かかんないようないいお肉ですので。遠州夢咲牛を鉄板で丁寧に焼いていきます。味付けはシンプルに塩コショウ、肉の旨みを引き出します。そしてブランデーで香りをつけたら完成です。中はほんのりピンク、絶妙な焼き加減です。付け合わせは地元で採れる旬の野菜。お肉との相性も抜群ですよ。特選夢咲牛ヒレステーキ、コクのある肉の甘みが口いっぱいに広がります。鉄板焼きだけでなく煮込み料理も人気です。こちらは4時間以上煮込んだ牛タン。国産のタンを使ってるんですからね、お箸でほぐれるぐらいに煮込んであるんですからね。そのソースも7日から8日ぐらいかけて一番時間かかるんですよね。手間暇かけたタンをお皿に盛り付ければタンシチューの完成。ドミグラスソースは濃厚で香り豊か、柔らかなタンは口に運んだ瞬間にとろけます。一度食べるとね、もう電話でこの前食べたから美味しいからつって予約してくださるお客さんもいます。グーではテイクアウトメニューも充実。こちらはハンバーグ&チキン弁当、お店で人気のチキンソテーとハンバーグが同時に楽しめますよ。目の前で焼き上げる極上のステーキや手の込んだ肉料理を味わいたいなら御前崎市のグー。私のお腹もグーと言ってます。